巡り合えるまで結局1箇所2箇所まあまあ3箇所かな、こうやって森に入ってくるやろう。介護があったらまずはデイサービスで行って、そこでそのような空気になれることやね。いろんなじいさんばあさんもいろんな人がおるから、ぐたらぐたら言う人もおるし、挨拶しても挨拶しないとか言う人もおるし、出てきたらやはりショートステイに入ってもらうがために、1泊とか2泊とか3泊の施設で宿泊する練習をして、それで認知症いうのはなかなかそれで進行を止めることができないので確実に進んでいくので、その認知症に合わせて家で介護している人間の、我慢というか忍耐というか、まあ疲弊する前にショートステイの宿泊日を延ばす。最初は2泊3日とかやって、で1週間7泊8日とかやって、今はもう2週間とか結構長い目のショートステイ。で家に帰ってきて 4,5 日おって、でまたショートナイルと、それの繰り返しを今やっております。非常に母親の調子が良くて、ほんま今の行ってる施設の方には感謝感謝です。いつもの母親に戻るような時もあるし、そうやってニコッと笑う時もあるしね。
そういうのを介護している合間合間にあれば、なかなか入所というのはできない。それだからショートを長くショートに入ってもらい、でまた家帰っていく、それの繰り返しをやってる方が本人もまあまあいいと思うし、まあ家族、私もなんか認知症で消灯に入ったら小バス山に何か入れるような気が、いえいえ実際まあまあ いろんな考え方はあるんですよ。ただ私はそうやってと入れるのは抵抗があって、まあ実務だからそう軽々しく定型には入所を要望できない、しない。そのうち私も養子縁になったら親子の無視された仲間からの、それを防ぐためにもこのようにバイクを乗って前後左右手足眼球で平行感覚いろんな神経を使うって認知症防止というかフルに頭を使うようにしているんです。これやはりバイクも乗らずに、私ですよ、バイクも乗らずに家におったらちょっとな、十二分な母親の介護をできる余裕がないと思う。自分が介護してもらわなあかんのに母親の介護できるはずがない。まあ母親の存命中は目いっぱい介護やね。それがためにもその当事者に合う介護施設を探してデイサービスに何日間、ショートステイ何日間と、いろんな策を練って、一番本人にいいパターンというか、シフトを見出してゆったり余生を送ってもらうと、まあ、これが子供が親にする感謝かな。あるよあるよと言うてる間に走ってるが、子供も行ったら10時24分に到着する。ちょっと早すぎるがな。そう言うてたらタイミングよく信号が赤でした。北山川です。これから伊方下りがピーク。あの伊方下り確かシーズン中は目向くぐらいの料金ですよ。確か1人6000円かなんかかな。すごいでしょ、6000円。乗っている時間言うたら15分とかそんなもん違うかな。
休みの、あの真夏が一番高いんですわ。多い時は安くやって数こなしたらいいのに、逆にピーク時が一番高い。だから全ての道路工事は竣工を迎えて快適やね。うちの家の前の道路も昨日やっと竣工でした。それまでもバイクも出られないし、もろん車も家から出られないと。だから連れの所有しているあの場所に1週間10日ぐらい子供が置かしてもらったかな。じわちょっと雲が出てきたな。これ絶対雨やな。11時から食事やって、まあ11時半頃に帰路に着くんだけれども、カッパを着て出発した方が無難かからんな。まあこのバイクウェアはまあまあ防水でいいんやけども、しぶきとかあれで汚れるから、チャブチャブっと払って干したら OK だから。これが311号と169のジョイント、こっから約13キロです。
ナンバーのタクシーで観光巡り、いやろね。これが泥橋トンネル。泥橋に行ってよかった。時間がいっぱいあるから。あ、まだ行ける。調整で泥橋に、泥橋の泥ホテルのところへ行ってきます。ここを左折してくるっと回ってきます。こっから泥橋 1.1 キロ。ファイルが4分40秒で変わる前に到着しなきゃ。三県境、三重県、奈良県、和歌山県。